ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年3月31日金曜日、3月の最後の日です。今日は朝11時からですね、広陵対山梨学院の準決勝の試合がスタートしました。そして、先ほど終わりました。広陵は高尾のエースのピッチャー、そして1回先制点を1点入れましたね。幸先いいスタートでしたね。でも山梨学院も4番の高橋選手のヒットで1点を入れられまして1対1。いやすぐ取られましたね。でもこの1対1で、ずっと進みましたね。まあいろんないい場面はあったんですが、お互いに点を許さない。7回などは山梨学院のセンター前のヒット、セカンドから回って帰ってきたですが、ホームで刺すという田上、センターの田上が見事なホーム投球、ホーム投げましたね。でタッチアウト、これでまた0点で抑えて、もう水槽ゲームです。広陵もチャンスになるんだけど、なかなか1点が入らない。もう8回まで1対1の同点。いやー、しびれる戦いですよね。そして 9回はなんとですね、山梨学院のキャプテンの高橋、そして4番の高橋、キャプテンの進藤ですか、それ前後のバッターが打ちも打ちましたね。いや、高尾選手もいい長いをずっとしてたんですが、この9回に来て、ちょっとついてないとこもあったこともあったり、まあ、力尽きたというところでしょうかね。一挙に5点も入られました。いや、高梨学院の見事な攻撃でしたね。広陵高校もピッチャーを継続してなんとか抑えようとしましたが、この流れは止まらなくて5点を得られました。そして、最後の9回の攻撃も広陵は点を入れることができなくて、6対1ということで、結局広陵は1点しか入れることができなかったですね。6対1で山梨学院が決勝へ進みました。山梨県勢としては初の決勝進出になりました。まあ、これはおめでとうと言いたいですね。まあ、広陵高校も本当に、ピッチャーを中心にいい試合をずっとやって、ここまで勝ち上がってきました。まあ、広陵久しぶりに、広島に広陵ありという感じで、進んできましたね。まあ、ここまで来て、最後山梨学院に敗れましたけれども、まあ最後の最後までいい試合でしたね。まあこれは時の運と言いますかね、ちょっとしたこの勝負の矢というところもあったりして、ちょっと歯車が広陵へ傾いておればまた流れが行くんだったんですが、ちょっと山梨学院の方になぜか野球の神様が向こうへ今回は引っ張ったんじゃないかなという感じですね。広陵頑張った、よくやりました。そして山梨学院は初の決勝進出、重ねておめでとうございます。ごきげんよう。